はい、こんにちは、レオです。アンカーの新製品がいくつも本日発表されまして、そのね、新製品発表会というものにちらっと顔を出してきました。で、そこで見た商品の中で、これはこのチャンネルの視聴者さんに絶対バッチリフィットするっていうものを、2つ今日ご紹介したいなと思ってて、プラス2つちょっとメンションしたいなと思ってるものがあるので、ちょっとお付き合いください。結構、現場で見てきてすごい楽しかったんで興奮してます。で、まず一つ目に紹介したいのがモバイルバッテリーなんですけれども、はい、秋に薄いタイプの、この背面につけられる iPhone の背面につけられるモバイルバッテリーっていうのが登場します。で、これが、少し前に出たモデルを僕は愛用しているんですけれども、はい、とこちらですね。こちらが少し前に出た、マグセーフというか、まあ、マグネット式のこのような感じでね、 iPhone の背中側につけられる充電器なんですけれども、これめちゃくちゃ便利で僕すごい使ってるんですね、実際で。これの薄型のものが出ます。これまでこの子は 5W までの充電ができるっていうモデルだったんですけども、今度のやつは 7.5W 充電に対応します。で、だから早くなるってことですよね、充電スピード。さらに、まあ、今回この時も一緒だったんだけど、 USB-C のパススルー充電すると 12W での充電もできるので、まあ、そのあたりの使い勝手もそのままこの子の進化という感じになります。で、かつね、 iPhone に当たる面、ここね、ここが新しいモデルはなんかね、ちょっと布っぽくなるんですよ。で、触り心地がいいものになって、 iPhone の背面を傷つけずにこのようにパチンと止められるようになるというような進化があります。実際触ったんですけども、すごい触り心地のいい布でしたよ。で、唯一残念なのが、 iPhone 12 mini のサイズにはあそこに展示してあったテストのモデルだと対応していないんですよね。で、これはまだ改良される可能性があって、発売が9月になるので、まあ、もうちょっと最終版はお待ちくださいという感じで言われました。ただ実際に現場で手に持ったやつ、クオリティすごい高かったので、まあ、12 mini を使ってるうちは僕使えなさそうですけれども、12、まあ、9月になったら、まあ、新しい iPhone も出てるはずだし、まあ、その時にね、何を選ぶかによってはすごくこれが戦力になりそうだなというふうに現場で感じました。で、もう一つご紹介したいのが、充電器のナノ2っていうシリーズが登場しました。で、3つワット数の違いでプロダクトがあるんですけども、 65W、35W っていうこの2つは7月に発売、そして 45W っていうのが本日発売という感じです。 30W の窒化ガリウムの充電器って、アンカーで言うとこれね、僕愛用してるんですけれども、今この薄型のモデルっていうのが出てて、まあ、こういう風になるっていうモデルね、これを僕は使ってるんですけれども、今度出るやつだと真四角で、常にこのコンセントに挿す部分が、まあ、出てるモデルになります。で、そうするとタコ足配線とかで、使う時にも非常に使いやすくなるはずなので、まあ、すごくそれが一つの進化になるかな、変化になるのかなと思います。で、本日発売の 45W のモデルは会場でちょっとレビュー用にサンプルをいただいてきました。で、こんな感じのサイズです。すごくもう本当に手に収まる感じのめっちゃちっちゃいサイズになってるんですけれども、MacBook 使いの僕としてはね、MacBook Air だと 30W でいいし、プロになるともっとバッテリーが必要っていうところがあって、まあ、今のところ 45W っていうのはその中間地点っていうところで、どういうふうに使おうかなと思ってるんですけども、もしかしてね、次に WWDC で出るかもって噂されてる MacBook Pro 13インチ、ここら辺が 45W になったりしたら、使いやすくなるんじゃないかとかね。まあ、勝手な妄想ですけれども、これは。そういった感じで思ってます。そうじゃないとしても、Windows のパソコンとか使ってる方、45W が必要な方って結構いると思うので、まあ、そういった方にはね、すごくいいんじゃないかと思います。何せ小さいです。で、何より僕がびっくりしたのが 65W ですね。これ一番インパクトがでかいと思いました、会場で。で、このサイズで MacBook Pro 13インチね、現行モデルを充電できるっていうのが本当にすごいと思うんですよね。めっちゃ荷物が軽くなると思います。で、会場に僕このね、 Apple 純正の 30W の速さでしか充電できないモデルの充電器持ってって大きさ比較したんですよ。笑える。これよりも一回り小さいぐらいなのに倍以上のワット数で充電できるということです。これは本当にインパクトでかくて、実際持ってみるとね、
あのずっしり感は 65W に関してもあるんですけれども、あのサイズ感でそんな素晴らしい速度で充電できると思うと、パワーで充電できると思うと、本当にあの自分も日常生活でガンガン使っていきたいなと思うモデルでした。ということで、まあ、全体を通してあの持ち物関連の、カバンの中身的なものがね、アップデートされそうな、発表が多かったです。さっき言ったように WWDC ではもうすぐ新しい MacBook Pro が出るんじゃないかみたいな噂もあるし、当然9月には新しい iPhone が発売されるだろうし、まあそういったところで これから僕が使ってるもののエコシステムというのもどんどん変わっていくし、でそうするとそれが変わっていくと、またあの今回登場したようなそれこそ 45W の充電器とか、ちょっと今使っているこのモデルよりも薄くて、ちょっと面積が広くてパワーアップしたこういうモバイルバッテリーとかももっともっと活用の幅が広がってくるんじゃないかなと思って、今度そのアップルからどんなものが発表されるのかとかも僕は個人的にはすごく楽しみにしています。他にもね、マグセーフ対応で純正品と比べてかなりコスパが高そうなシリコンのマグセーフ対応 iPhone ケースとか、それから前に紹介した Q30 というヘッドフォンがあったんですけれども、そのヘッドフォンのワイヤレスの音質がだいぶ向上した Q35 っていうモデルも出るそうです。このあたりも現場で聞くことはできなかったですけど、すごく聞いてみたいなと思ってます。なぜなら僕 Q30 前紹介しましたけれどもすごく気に入っていて、耳につけた感じね、すごいリラックスできるんですよ。だからすごい気に入ってるので Q35 にもねすごく楽しみな部分があります。あとは完全に個人的な話なんですけれども、今回発表会を見に行っていろんな製品見てると、なんかネイビーの商品が増えてるような気がしたんですね。でこのチャンネルのテーマカラーがネイビーメインで、あとまあイエローというかゴールドを意識したようなカラーなんですけれども、まあ、僕もね、個人的にこういうネイビーの、バンドをつけていたりとか、モフトもネイビーだし、あと一番新しいところで言うと iPad Pro のケースもネイビーということで、僕ネイビー大好きなんですよ。だからね、そっちの色の方のカラーリングの進化としてもあんまりネイビーで、これまでネイビーで際立ってきたブランドってそんなにないと思うので、テック系でね、そういうブランドができてくると僕的には嬉しいなと思ったりはしました。はい、そんな感じで、とりあえず当日の興奮をお伝えしたくて動画にしました。何か気になる商品があったらぜひ教えてください。ということで今後も、このあたりのアンカーの商品も継続して追っていこうかなと思いますし、日頃紹介しているような生産性向上につながりそうなガジェット考え方の動画も次々アップしていきますので、よろしかったらチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、どちらもレオ遠山でやってますので、フォローしてください。そんな感じで本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。